ジョニドッキュン。いうわけでな、チェスジョニくんだます。いうわけでな、今日の紹介するのはな、レビューするのはな、久しぶりにエアガンやって、これ手に入れてもらった。軽兵車、KHC? 軽兵車はな、ショットガン2だね。うん、あっとる?ショットガン2、これ見えるん。2200円で買うたらもう絶版のやつやね。ここ2200円書いてあるやろ。2200円見えとる ?2200 円、絶版のな、もう今なきな、軽兵車やね。軽兵車あっとる?軽兵車あっとるわ。でな、うん、もうな、KHC やわ。でな、これもな、あーし、待って、ここだけたらか。これをな、レビューしよう思ってんだよ、今日な。よし、ほんなレッツゴー言ってな、開けてもらおうか。よし、これな、開けるやろ。開けたらな、もう、あれやね、付属品な、説明書くらいやね。なあ、特にな、分解図ない感じやね。特にセーフティーくらいやな、説明な。中身これやってん。なあ、よし。ほう。でなあ、これやね。これ懐かしいやんね。こっちの方がいいかな。これな、あれやんか、わしのな、なんやろ、おかんのな、友達がな、昔エアガンやっとってな、これ、あれちゃう?ホップアップがな、もうほんま出た頃のやつやわ。ホップアップが出た頃に出とったやつや。もう、いつやろ、もう20年以上前のやつちゃうかな、これな。これ手に入れてもうた。2200円やって。ええやろ、2200円やって。なあ。でな、これな、まああれやね、もう、なんかな、まあ見たって、まあ左から見たらこんな感じやね。うん。うん。右から見たらな、こんな感じやね。こんな感じやね。うん。めっちゃおもちゃやね。おもちゃやけど、わしこの時代の銃好きやってん。これ好きなんよ。なんかこの日本の職人さんがな、頑張ってな、メイドインジャパン作ったるぞみたいなな、このな、なんかなんやろ、心こもったな、見かけおもちゃやけど、めっちゃ性能ええとかな、作りがめっちゃしっかりしとるとかな、そこ好きやってん。で、まあこれ弾入っとらんけどな、セーフティーやね。セーフティーはな、ここなんよ。ここな、見とる?これな、ここな、押すと、これ出てるやろ。引けへん感じだって、引けへん。引けへん。で、こっち、ガーって戻してまうと、引ける感じやね。おやいな。で、これポンプアクションやって。ポンプで空落ちしまうで。ポンプで、パーン、おやいで、弾の入れ方いこうか。これもな、もう普通のと変わらんけどな。これやって。よし。これあれやろ。まあ、普通やね。これをな、これ見とるんかな。これ見とるな。これ、回すやろ。あ、ちゃ、これ、縦になっとるやろ。縦になっとるやつをな、横にするんよ。こうな、半時計回りに回してもうてな。そしたらこう出るやろ。で、これ取るんよ。これでな。で、ここに BB 台入れるんよ。で、まずって、もう腕がな、4本欲しいわ、ほんまもう。4本あったら、あ、いや、よし。ぶつけてもうた。前は。4本あったら、天津飯。うん。言うとらん。言うとらん。な、これでな。こっからな、ここの穴にな、BB 弾な、入れるんよ。入れたやろ。でな、よし。ちゅ、入らん入らん。よし、入ったわ。で、これで、な、あ、シャシャシャ、見とった。うん、噛んどらんよ、噛んどらん。な、これな、こう、やるやろ。これな、ここにな、こうやってな、入れるやろ。あか、あ、止まったわ。これな、入れるんよ。入れたらな、グってこれ入れるやろ。これ横になっとる縦にな、カーって戻す感じだね。この打ってみようか。あっちの布な。うん。よし、打ったらね。こな、ポンプでな。やってもらったな。よし。おお、威力強。あ、忘れとったわ。でな、さっき打ったらな、推定飛距離やね。そのな、まっすぐにしてもって、こう上ちゃうよ。まっすぐにしてもってな、狙える飛距離はな、20メートルくらいやね。結構な、直線でな、20メートル向こう狙える感じやわ。結構そこそこのな、出来りやってん、これ。好きかもしれん。ほんな、初速とジュールと、集団戦いってるか。レッツゴー。よーし。ほんなな、初速とジュール、行ってまうで。な、0.2 グラム弾使ってまうよ。0.2 グラム弾使おうて、簡単。0.2 グラム弾使おうて、行こう、持とる。測ろう、持とるよ。ほな、ポンプアクションやから、ポンプで、よし、行ったるわ。よし。ほな、垂直にしてもって。あー、すごっ。え?
あ、でも 0.32 ナノジュールやって、 0.32 ナノジュールのな、初速 57.26 やって、とか、これタオル飛ぶよな、すご、映っとるな、あよし、映っとる聞いてな、映っとらんかったやんとか返事来たら怖いやんね。よし、 0.32 ナノジュールの初速 57.26 やね、2発目いったるぞな、ちょい、よし、わあすごい、 0.3140 の0.3140 の初速 56.09 やって、だからタオル振ってもすごいやんね。あーし、もう一発いこうか。あーし、結構でも思ったより弱い感じやね。どや、おう、 0.3230 のな、初速 56.89 やね。 0.3230 の初速 56.89 な、あと一発いこうか。よし、おい、よし、ラストいったるで。どや、 0.3150 のな、 0.3150 の初速 56.13 やね。まあ、なんやろ、 0.320 のな、初速56ぐらいやね。 0.320 の初速56ぐらいな、まあなんやろ、丸いのな、今の丸いの18金のハンドガンに男版で入れたぐらいの威力やんな。よし、次集団戦行こうか。集団戦行こうか。オッケー。よーし、ほなな、集団戦行ってまうで。0.2g 弾でな、東京丸いプロターゲットを持とる。でな、わしどんなにな、こうな銃がな、こう右行ってまうからってな、もう真ん中しか狙わん。真ん中のこの10点しか狙わん。アイアンサイトは10点にしか合わせんわ。下行ってもうても、上にやるとかやらん。もうここしか狙わんな。で、5発狙おう思とる。で、部屋の都合上な、長物やけど、4メートルから撃とう思とるよ。よし、ほな行ってるで。4メートルから行ってるで。ほな、一発目行ってるぞ。どうや、どこ行ったん？あ、見えん。え？あ、ここや。え？え？こんなずれるん？発展やんか、ここ来とる。発展やんな。え、嘘。今、わしの出なんかな。2発目行ってまうで。2発目。どこ行きよった？ 2 発目な。あ、ここやん。1、2やね。めっさかぶっとる。1発、2発やろう。同じ発展やん。でもそれでもわしはここの真ん中の黒を狙う男。うん、そうやって。よし、3発目いったるぞ。3発目いったるぞ。よし、これどこ行きよった？全然見えん。え？え？ 1、2、3の同じとこ行ってるやん。これむしろすごいんちゃう？発展でな、黒丸の左のな、三発ともここ行っとるやん。よーし、四発目行ったるぞ。四発目行ったるぞ。よーし、これ行ったんちゃう？四発目どこや？お、やっと真ん中来よった。ちょ、今こっちぶれたいよね。ちょ、こっちぶれたいんやけど、ここ来とるやん。4発目ここやね。1、2、3、4やね。ラスト5発目いこうか。ラスト5発目いったるだお。よし、ジョニーズショットいってるだお。よし、どこなんかな。わ、ちょい待ったって。なんで5発ここ行きよった。1、2、3、4、5やね。オーケー。こんなんあるんやね。よし。ほな、結果発表、おえー、よし、結果発表いこうか。結果発表いこうか。オッケーな。まずな、これやね、これやったわ。裏から見たらようわかるわな。これな、結局な、集団戦はな、1、2、3、4、5やね。まあ、この辺まとまった感じやけどな、この5発目なんか微妙やわ、不思議やね。まあ、うん、まあでも
なんやろ。でもわしな、これな、今日作ったやん。でな、これおもちゃやんか。どう見てもおもちゃやけどな。おもちゃやけど、なんやろ。この時代の銃好きやわ。なんかこう、あ、こうやってな、あ、メイドインジャパンってこうやってできたんやな、みたいに思うよ。なんか、あ、日本の職人さんめっちゃ頑張ってこんな作ったんやな、みたいな感じでな。この時代の銃好きやってん。でな、これおもちゃやけど、なんやろ。例えばこう、な、後ろのライフルみたいなな。あ、あれ高くて買えうまいとか言う人はな。これ2200円やんか。ワシコーター2200円やから、なんやろ。ちょい、ライフル買うまでのつなぎのな、こう練習用にこうと思って、練習するもありかな思ってまう。うん、ちょいこう長物言うんかな、これでな。もうめそものかって。なあ、じゃあほな、最後まで見てくれておけに、よかったら、チャンネル登録、高評価、バク転3回よろしく頼ませ。うん、なんでやねん。ほな、あったかくして、寝るやで。チェス。